皆様こんにちは。今日はね、防海公園ですね、ここはハリマン町になるかな、はい。まあこのようにこの駐車場もありますんでね、ちょっと見とこうか。利用するには8時30分からあれね、で目的はね、梅ですね。梅の状況ちょっと見に行きました。もう咲いてるかなと思います。南の方ですんでね、はい。でまあ見たところ咲いてましたこれね、梅の名所です。犬もちゃんと散歩できますしね、ちゃんとお手洗いもあります。このようにね、綺麗ですね。はい、勾配もあるし、白梅勾配とね両方ありますんでね、ちゃんとこのように縄張りしてやって大切にされてますね。根っこ踏んだらね弱りますからね。これはごっつ赤いけど、こっち側はちょっと薄いピンクでね、大きく撮れるかな。ちょっと離れて拡大した方が綺麗とかそうやな。奥の方にピントが合ってしまったのね、なかなか手前に、今やったな。はい、そういう感じですね。まあこういう公園があるというね、向こう側はほいで海ですよね。まあ子供の遊び場でもあります、防海公園だからね。でもね、なんかこうこれぐらいがいいかな。ピントが合ってるのかどうかちょっと分かりませんけどね。よし、ピンクと白やね。これはちょっと花の付きが少ないけどね。なんかところどころまばらに咲いてますね。空がね、今日は曇りやからね、もっとあれやったら綺麗ですけど、これもカーッと綺麗。ちょっと綺麗に撮れないかな、ごめんなさいね。で、あそこの橋までね、梅の花ありますんでね、まあ楽しみに。お、白と赤があれ、この同じ根から出て天平咲き分けの梅か、これピンクと白と同時に咲いてもね、同じ木で咲いてるんちゃうの、これ源平咲き分けね。まあ継ぎ木とかすればそういうことが起こり得るんやろうけどね。これこっちは白でこっちは赤やからね。はい、これはまだ咲いてないな、上下の方だけ咲いてるけどね。はい、まあこれだけ楽しめればねいいでしょう。はい、一番端の梅がこれです、ね、はい、そんな感じですね。で向こうが海ですんでね、はい、あ、これが、これが一番最後や。
白梅が。これは根が違うからあれか。白とピンクがね。はい。そんな感じでした。という感じでね、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。